高飛び込み飛込競技は水泳競技の一種。1メートル3メートルの高さの飛び板からその弾力性を利用して跳ね上がって飛び込む飛び板飛込と5メートル7.5メートル10メートルの飛び込み台から飛び込む高飛び込みの2種目がある。それぞれ個人競技と2人1組で飛び込むシンクロナイズドダイビングが行われる。飛込競技は 勝負が決するまでの時間が最も短い競技であり、わずか2秒弱の中に高度な技を行う採点競技である。水しぶきを上げない受水をノースプラッシュと呼び、高い評価点となる。さらに、唇を引くような音がするだけで全く水しぶきが上がらない受水をリップクリーン、エントリーといい、これは最高の受水方法である。 近代オリンピックでは1904年のセントルイスオリンピックから行われ、アメリカのグレッグ・ローガニスは1984年ロサンゼルスオリンピックと1988年ソウルオリンピックの高飛び込みと飛び板飛び込みで4つの金メダルを獲得し、飛び込み界で伝説の選手になっている。アメリカが最も多くの金メダルを獲得しているが、 近年は国を挙げて育成環境を整えた中国の力が軍を抜いており2008年北京オリンピックでは全8種目中7種目で金メダルを獲得している。高飛び込み弾力のないコンクリート製の飛び込み台から飛び込む競技で競技者は助走を経てまたは飛び板の先端に立つか 逆立ち姿勢から空中で体勢を整えた後、水面に突入する。空中で回転したり、ひねりを加えたり、体を丸めたりといった、様々な演技を行い、得点を得る。10メートルからの自然落下でも、受水時に時速50キロメートルであり、より高くジャンプして飛び込む場合はそれ以上になる。衝撃や恐怖心の克服が必要である。 飛び板飛び込みとビータ飛び込み。弾力性の高い飛び板から飛び込む競技で、この上で競技者は助走、ハードルステップを経て、または飛び板の先端に立ってその弾力を利用して跳ね上がり、空中で体勢を整えた後水面に突入する。空中で回転したり、ひねりを加えたり、体を丸めたりといった、様々な演技を行い、得点を得る。 高飛び込みに比べて飛び板の弾力を利用するためかなりの技術力が必要でありベテランになると高飛び込みから飛び板飛び込みへ移行する選手が多いシンクロナイズドダイビング3メートル飛び板飛び込みと10メートル高飛び込みの2つの種目がある1998年にオーストラリアのパースで開催された世界選手権で初めて行われ 2000年のシドニーオリンピックからオリンピック正式種目となった。2名の選手が同時に演技を行い、その演技の完成度と同調性により順位を競う。得点の占める割合は演技が40%、同調性が60%で良い演技をしても2名のタイミングが合っていなければ高い得点を得ることができない。競技者は全ての種目で 指定の日時までに演技種目申し込み用紙を提出することで演技種目を申告する。ここで演技種目の選択、順序をどうするかなどの駆け引きが始まっている。飛び板飛び込み、み高飛び込みともに自由選択飛びもしくは制限選択飛びにて競技が行われる。大会により数が変わることがある。現在のオリンピックや世界選手権の個人種目では、 自由選択飛びのみで行われている。すべての演技種目には演技番号が付けられていて、競技会中のアナウンスなどは演技番号で紹介される。演技番号は3から4桁の数字とアルファベットで表される。なお、ひねり技のみ、数字4桁で、あとはすべて3桁の数字である。それぞれの数字には、技の種類、アルファベットには、 飛び込む時の姿勢の型が表されており、各数字の内容は以下の通り。演技内容の数字の見方については以下の例を参照。競技者はすべての種目で競技開始の24時間前までに演技種目申し込み用紙を大会記録本部に提出しなければならず、提出後の変更はできない。予選と決勝の変更は可能である。開始の姿勢、アプローチ。 踏切、空中演技、受水などの要素を評価し採点する。すべての演技には、難度に応じて、難易率が決められており、難しい演技ほど難易率が高い。男子は3.4、女子は3.0以上が高難度の目安となる。難易率は高さによっても違う。ジャッジは、演技全体の印象に基づき、以下の基準で0点から10点までの採点を行う。 難易率2.0の演技の場合ハイダイビング。日本では、プラットフォームダイビングを、高飛び込みと訳すことが定着しているため、本競技は英語そのままで呼ぶ。自然環境からの飛び込みを起源として競技化された、新種目で、世界水泳選手権では2013年から、実施されている。競技会は港湾など十分な水深が確保できる、場所に、男子27メートル、 女子20メートルの飛び込み台を仮設して行われる。競技方法や採点は前述の飛び込み競技をベースにしているが細部で微妙に異なり、国際水泳連盟によって飛び込み競技とは別に競技規則が定められている。最も大きな違いは、ハイダイビングでは必ず足から受水することである。国内の競技規則は2020年現在、制定されていない。 安全対策として受水場所には、ダイバーが3名待機している。FINA では飛び込み競技とは別に、世界選手権、ワールドカップを実施している。明治時代に伝わったと言われる。オリンピックへの出場は1920年、アントワープオリンピック男子高飛び込みに出場した、内田忠連が最初である。1936年ベルリンオリンピックで、 男子飛び板ち込みの柴原つねおと、女子高飛び込みの大沢玲子の4位が最高で、未だメダルは獲得できていない。水泳競技の他の競技種目が、一般的な競泳プールでも、練習可能なのに比べ、飛び込みプールという専用の練習場所が必要なため、選手数、指導者数ともに少なく、普及や選手育成には、障害が多い。新しい競技である。 ハイダイビングは2020年現在国内に練習可能な場所がなく国内で競技会が行われたこともない海外の競技会に代表選手を派遣したこともなかったが2018年11月 FINA ハイダイビングワールドカップアブダビ大会に新田京平選手が日本人初アジア人初のハイダイバーとして出場した2022年に 福岡市で開催される予定の第19回世界水泳選手権ではハイダイビング競技も実施される予定である。ありがとうございます。